るように肘曲げてください。肘曲げながらスーッと下ろしていく、下ろしていく、こっちこっちこっち、そうで、ここからスッと感じます。せーの、はい、1、ちょっと休みながら引きますよ、離しますよ、はい、2、今と、もうただの歩きになっちゃってるんで、はい、ちょっと広げる気持ちで広げる感じ、胸をぐーっと肩持っていかないように広げて、広げて、広げて、3、そうです、で、常に補助しますからね、安心して、はい、頑張ってください。水落ちに向かって斜めに押し、いきますよ、ゆっくりゆっくり、せーの、押します、こっちこっち、押すの、こっち、1、はい、水落ちの方に、で、ここに持ってきてください、2、で、肩痛みだけでもっと深く止まるところを見つけて、はい、グググググググ、もっともっと、はい、そこから、そう、これでいいですよ、3、よし、じゃあ行きますよ、今日も始まっていきました、せーの、はい、し、首はもうほぼほぼベースはもう完成してるんで、ですよね、ですよね、そうそうそう、出てきます、女性らしさが女性らしさが倍増してますのであとはきめ細かくしていきますからね、ここに線が入ったらいいですね、ちゃんと入れましょう、よし、じゃあ今日も測定、体脂肪率が 24.4、 前回 23.5 なんですよ、ちょっと体脂肪増えてる状態で出ちゃったんですね、はい、筋肉量に関しては一応同じキープしたっていう感じ、うん、なんだまあそのミートデーっていうのがの最近あったんで、はい、一点やっぱりこの上げ下げがちょっと今上がった状態だと思うんですよ、あ、うん、でも同時に代謝もグーッと上がってる状態なんで、うん、ここからその落ちます、これ、うんうん、ここからこんな上がるもんなんですかね、上がります、上がります、うん、そういう意味にも関係してると思うんですよね、うんうん、数字も正直体温とかで前後しちゃうんで、うん、そんなに気負わずにこれ、ね、まあ筋トレ引き続きですね、しっかりやって、はい、作っていきましょう、はい、よし、じゃあ今日もよろしくお願いします。セットに入ります、はい、はい、じゃあいきますよ、中意識スタート、せーの、はい、がっつりですよ、引いてください、1、で、ここですね、もうすぐ、じわじわじわ、そうそうそう、張ってますね、いいですね、はい、2、はい、下頭気がつかないですよ、肩、左がちょっと肩、力んでますね、はい、3、いかにリラックスできるか、ゆっくり伸ばして、
終わりですよ、はい、ラストお願いします。いきましょう。はい、分かります。1、いきますよ。で流れるように2、はい、全部1、ゆっくり出して、はい、3、はい、はい、4、お尻の高さどうですか。そう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 、はい。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報や、ロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なども続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、聞いている方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。お腹にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。またその他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたにはしっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録はその概要欄に準備しております。こちらですね、今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。